美術や日本を元気にする集華堂の絵画こと買取プロの田中でございます。そんな遠くで大丈夫？はい。それで毎日オークションが明日ございましてですね、この表紙の通りですね、池永康成先生の絵が、出品されます。2点で、うちの作家が出るからって毎回教えてくれるわけでもないんですけども、一応毎日さんになるべく教えてねってお願いしていてですね、明日出品されるということは耳にしておりまして、でこういうなんていうかな、ちょこちょこ多少相談を受けました。もちろん出品は私どもしたわけではなくて、お客様の方がなさったんですけれども、出たからにはね、皆さんの人気が集まってですね、こうして表紙にもしていただいてですね、ちゃんとある程度いい値段でね、落札されるとやっぱり作家本人も励みになりますし、しっかりと値段がつくといいなと思っています。はい。今日はですね、それで下見に行きました。毎日オークションさんの場所はですね、なんだっけあそこ、本当有明のなんか昔うちの親父ががんにかかっている有明がんセンターとか言ってますけど、あそこにちょっと近いのかな、割とボーンボーンとでかい建物ばっかりね立ってるところでしたけど、オークションをやってる最中ですね、今日はね。それで、別のフロアに、下見のバーッと飾ってたくさんかなりたくさん出品されてますね。その中に、池永さんの絵が、飾ってありました。美術品っていうのはある程度所蔵さんのところに行くと、僕ら、みたいな業者が買ったりオークションに出てきたりするのは、宿命的なことであるありますからね、一生持ってっていただくといいなとか思ったりもするんですけど、手放すは手放すで、またちゃんとね評価されて取引されるといいなと思っております。はい。ということで、私ども絵画骨董買取部オークションもいいですけど、私ども自分で売った作品含めて買取もいたしますので、ぜひですね、こちらの方にもご連絡いただければと思います。